湯本文彦から1921年9月25日は戦前日本の歴史家。鳥取藩久さの管区等々、奪い神社県宮司、島根県松江中学校、市藩学校長、鳥取県米子中学校長、京都市美術工芸学校教授、東京帝国大学資料編纂院員主事、京都提出博物館学芸員。京都市三事会。 平安通詞編参委員会主事、池田公爵家鳥取藩士編参長。平安系の再現研究で知られる。天保14年6月7日、稲葉国長取りに、鳥取藩士、湯本信義の長男として生まれた。陽名はマスノスケ。幼くして、弟竹彦と、堀安夫祭に儒学を学び、足立政府と交流した。 安政五年3月11日半額間恩書士から、教授助に進み、万円元年3月11日苦闘方と解消、文久2年を8月22日苦闘方頭に進んだ。9月29日大小生を雇いとなり、藩主の状況に随行し、年末、安政の大国犠牲者を祀る会合に出席し、文久3年帰国し、1月26日苦闘頭に復帰した。 2月18日上京し、4月10日、公明天皇の岩清水、八幡田宮行校において、特大寺金糸税臣を務めた。4月29日帰国し、9月7日、浜坂台場経営を命じられた。源氏元年2月29日学校経議係、討論法。7月3日、長州藩お見舞い使者として、伊丹三木之助に同行し、北上京し、 7月28日、池田と草田の帰国に随行した。8月21日退職後、12月9日、苦闘を頭に復帰し、慶応2年3月15日から12月28日まで、文書締役両生係を兼務した。明治元年7月27日、教え隊に番組、親い。明治2年10月27日、総学局校学寮、中教生。 十一月十八日退去制となり、高学寮検査権管学寮資分督促を兼ねたが、明治三年八月二十九日廃校により退職した。明治五年八月二十四日、境梅神社本礼儀、百七十七年一月十七日剣宮寺となり、千八百七十九年十二月辞職した。千八百七十九年十一月、島根県礼、境次郎に招かれ、 1880年1月9日、島根県書務課収支御用係として、県市返産を引き受けたが、収支部の独立を訴え、8月10日、収支課長県秘書御用係となった。10月11日秘書課書務を担当し、1882年2月14日、学務課長を兼ねた。1882年9月26日島根県、松江中学校長県。 松江市藩学校長を兼任し、1883年1月31日、学校12月24日間を退職した。1884年10月25日、鳥取県、米子中学校長県に東京湯となったが、1886年8月19日中学校令により廃止された。湯本文彦の否定による対局でに死費。 1895年10月28日、混流。上京区線本通り丸田町、上がる西川内や児童公園内。現在は、南東の千本丸田町交差点付近に否定される。1888年12月25日、京都府屋いとして書務課に勤務した。1894年2月2日、京都付属となり、内務部第一課書務係。 1895年4月2日、第6課、1896年4月1日、府知事、官房内記係を歴任し、1899年7月7日、第1課社事係を兼務した。8月31日、京都市美術工芸学校教授。1902年4月5日、府知事官房記録係となり、6月11日、区内省、京都提出博物館初期を兼ね。 9月26日美術工芸学校を退職した。1904年1月東京帝国大学資料、編纂院。1905年8月22日資料、編纂院主治。1909年4月20日京都、定室博物館学芸委員。1914年、定室博物館学芸委員。1915年12月28日病気により、退官した。 1921年夏寝たきりとなり、9月25日、上行区小国寺門前町632番地の自宅で死去し、1907年10月13日、自ら選んだ、あたこ郡下賀村共同墓地に土葬された。平安通史、平安京急史実測禅図、湯本六郎兵鳥取藩歩行、湯本小平寺町横目、倉目付、中古商。 湯本正之助大事古障、湯本又次郎中古障、雄筆、銀札上目付、湯本又三郎中古障、兵庫省、金珠、湯本又三郎。ありがとうございます。